とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、ダウンロードコンテンツ第3弾で出てきました、新しい極ボス、挑戦していきましょう。行くのは、極、黒煙まとう流れ星です。さあ、どれぐらい強いんでしょう。行ってみますね。はい、ギガントボイラーの色違いだね。こいつね、強いのよ。強いの。ゴミをね、投げ入れろっていう時が前あったじゃない？それが今回もあるんだけど、ゴミがね、ないのよ。まあ、あるにはあるのよね。ゴミ自体はあるんだけども、やべえ！あっぶねえ。でもね、ゴミが足らないんだ。ゴミが足らないっていう状態になるから、ちょっと注意は必要です。決まったね。ちょっと待って、野づちかは仲間。ちょっと誰か、行ってくれないのかい？あぶねえ。これきついって。お、来た来た。この雑魚敵を倒して、ゴミを出すんだけども、もうね、ゴミ出さない時があるんだ。よし、今回は、ダメだ。ハンマーだもん。ハンマーじゃもうダメだもんな。こういう感じで、ゴミを入れれない時が、多々あります。これやるとね、もう超強化されるんだよな。マジで強くなるから、やった！チャンスなかなか取れないんだけど、うまいこと取れた。でもこのボスの HP の高さよ、本当に。どんだ、あっくわ。これ俺装備で、クリティカル無効入れてるから、大丈夫なんだけど、これね、クリティカル食らえば、もう、ワンパンだよ。本当に。軽くワンパンされるからね。いいね、仲間がうまいこと、攻撃を入れてくれて、チャンスが広がってる。あぶねえ。暗闇にはなりたくない。あ、ちょっと待って。オッケー。で、おすすめジョブは、もうここは本当にね、夢見る少年、少女が、絶対いい。回復がマジで必要になるからね。で、その時に、このジョブだったらば、かなり役に立つから、入れてください。ああ！マジか。大丈夫、まだ時間はある。よし。あ、でも2体しかいない？いけ。もう！あ、これは足りる。やったー！行くぜ。たまに足りるからね。よかったよかった。お、おー、もう復帰したの。早くない？しゃあ。でも戦い方はもうあれだね、全ボス共通して言えるね。攻撃を中心にするんじゃなくって、回避メイン、回避メインで立ち回れば、まあまあそうそう死ぬこともないから、うん、時間をある程度かけて倒すようにしていきましょう。やばい、死にそうだったわ。あ、やばい、あぶねー。あ、ここで、あー、あぶねー。ちょっと待って、生き返らせたい。この仲間がね、一人でも減ると結構辛くなるからね。あー、チャンス取れない。やばい、おお、来た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 。生ゴミね。あ、これ足りないタイプだ。あ、いや足りた。やった。倒しきれるか。いや、ダメだ、若干残る。もう生き返ってるし、早いね。
あぶねえ。もうちょっと。ブルーストリームあと2発ぐらいか、あと1発ぐらいいけるか。いけ。よし。うん。まあ、今回はあんまり大暴れしなかったけど、大暴れするときマジ大暴れするから要注意です。で、これは黒い稲妻ゲット。いいね、黒い稲妻。レベルが高ければ使えるね。で、報酬むちゃくちゃ美味しい。7万2000だよ。で、さらに神経験値ボール2つ、ガシャコイン7個、やばい。美味しいところがほんと増えたね。美味しいクエストほんと増えたよ。では最後にメダル、出たメダルを見てから終わろうかな。出たメダルでボスのレベルがだいたいわかるからね。あいつのレベルはいくつでしょう。コマンドメダルで見よう。入手順。お !842! 黒い稲妻、これは使っていけるやつだ。はい。ということで今日は、極、黒煙まとう流れ星、行ってみました。クリティカル無効装備、あるならば装備していってください。ないとクリティカルもらうとワンパンされるので、マジで要注意です。チケット2枚がね、無駄になってしまうので、まあ、マルチで行くと、無難かな?だと思います。はい。ではやってみてください。では、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。